さん、コマスクユイユン、あ、コマスクじゃない、こんにちは、ユイユン生徒ことユイです。はい、今回はナレンスカレンダーの方見ていこうと思います。イエーイ。昨日の夜届いたんですけど、ちょっと一回撮ったんですけど、ちょっとエラー出ちゃって、 YouTube の次にその時に全然消しちゃってたんで、なんかもうその性質の先生のやつが載せてエラー出て、その時も消してたんで、もう一回やり直そうと思って出してます。はい、どうぞ。はい、私が買ったのはこちらの平成ジャンプと、開いちゃってるんだな、これ。はい、こちらのセクシーゾーンのカレンダーと、ちょっと下見てもらってますね。こちらのジャニーズジュニアのカレンダー頼んでます。今回は一番最初に行った平成ジャンプのとこにします。はい、壊したら開けますね。で、まずここにこういう感じで入ってるんですけど、ここにこちらのこちらと外せるね。こちらの方が入ってましたね。で、あとここの下のところに、ここあったんですけど、この下にこちらのカレンダーが入ってますね。じゃあまずこちらの方から紹介しようかなって思います。見えにくいかもな。じゃあ持ちますね。もう名前はやでさらっていってますね。私月が7月なんですけど、ジャンプ全員っていうのが嬉しいですね。なんかこれすごくないですか。ベストとセブン。あとはなんかこういう感じでグワーあと写真がありますね。メイク、はい、こんな感じですね。で、後ろがこういう感じで白黒のなんか写真みたいな感じですね。じゃあいきますね。すいません、ちょっと入っちゃった。はい、で、次こちらの方ですね。こちらの方が、こちらの方にカレンダーが入ってましたね。結構枚数があるんですよ。こんぐらいあるんですよ。なんかそれでなんかツイッター見てたんですけど、ちょうどなんか人数、そのジャンプ全員同じ写ってる回数なんでいいですよね。じゃあまずこうやって見せますね。もう、なんめんどくさいんで、こうやってしていきますね。あ、そうじゃないな。こうやるとちょっとめんどくさいから、3分に分けるか、ちょっと待ってくださいね。まず、はい、前半部分ですね。
感じですね。で、ブラックアイズと、こんな感じですね。あれ？あれ？もう嫌でなるかよ。で、後半部分が。財布ぐらいとか忘れた。Thank you.
なんかね、ですね。ですね。はい、こんな感じですね。はい、はい、こんな感じですね。はい、次の投稿は、はい、セクシーゾーンの方をやっていこうと思います。それでは、終わろうと思います。最後にご視聴ありがとうございました。バイバーイ。